釣り師だけど、釣った魚を生で食べるよりも、火を通して食べる方が美味しいよね。釣り師が釣った魚を食べる方法は、生だよね。凍った池に穴を開けてワカサギ釣りなら、天ぷらで食べるけど、イカやサバや青物を生で食べるから、アニサキスにやられて、のた打ち回る日を、2日間過ごした私ですが、冷凍庫で2日後食べるか、焼き魚も煮魚なら、安全に美味しく食べれるのに、生で食う奴らが謎です。火を通して食べることで、胃の辛酸が増して、美味しく感じる。函館で、酒釣りをして、ムニエルや焼きの方が、絶対的にうまい。回転寿司で炙りサーモンとか、毎回注文するもん。それでも、生でしか味わえない食感があり、楽しいです。火入れこそ、炙りこそ、人類の英知。刺身は、醤油とわさびの味で。魚本来の味は生っぽくて苦手だけど、イカそうめん、しめサバはうまいよな。忘れてはいけないのが一夜干しだ。ほっかほかのご飯に一夜干しの組み合わせは至高の領域。生用のサーモンを焼いて食べる贅沢。生で食べれるユッケを焼いて食べたら最高に美味しかった経験はありませんか？